の美味しいレシピはレンジで簡単、煮込まず、美味しく、ハッシュドポーク。じゃあ、作りましょうか。豚肉は食べやすい大きさに切ります。玉ねぎは皮をむいたら薄切りにしていきます。マッシュルームは5ミリの厚さに切りましょう。シリコンスチーマーまたは耐熱ボウルに豚肉、玉ねぎ、マッシュルーム、コンソメを入れたらしっかりと混ぜ合わせます。さらにカットトマト、はちみつ、中濃ソースを加えて味を整えていきましょう。加熱ムラを防ぐために具材が偏らないようにならしておきます。またはラップをして600ワットの電子レンジで12分ほど加熱しましょう。器にご飯を盛ってソースをかけていきます。最後にイタリアンパセリを飾れば、トマトの酸味とソースのコクが口の中で広がるハッシュドポーク完成です。